土佐山田、6時30分出発、国道195号、ビラフ、大土地、四つ足トンネル、しばらく通行止めになっていた、剣山、スーパー林道経由で、剣山トンネル、登山口に来る、支度して、9時、登山開始。登山機構、33年振り、二郎級。はい、今から次郎宮へ登ります。はい、真ん中が石立山。クラブでは行ってないよ。クラブでは行ってない。そう。うん、あれでは行ったね。あのロープウェイかなんか。はい、展望岩。おお。ああ、こらえ。スーパー林道が見えております。10時、展望の良い尾根で休憩し、山頂を目指す。登山60分。すごいことになっている。至る所で笹が枯れ始めている。やがて笹は枯れてしまい、石立山のようにハゲ山になるのではないか。種には浮いてありますの食害でだいぶ枯れております。ずっと枯れ中、全部か向こうか枯れてしまう中、この付近全部枯れております。枯れ中ね。鹿にやられてます。鹿っと、うん、ガスが来た。標高1750メートル付近の笹の中で、秋の麒麟草や林道が咲き始めていた。この尾根が結構きつい。休憩取りながらゆっくり登る。
いしょ。よいしょ。よいしょ。よいしょ。ピークの右側が山頂、やばい、ガスが来た。はい、山頂山頂、次郎牛山頂であります。はい、山頂。頂上、次郎牛は。よし。剣山、太郎牛は、残念、ガスの中、一の森はなんとか見える。あ、そう。一切ガスがかかって、わかんない。ガスで見えなった。見えなった。これはひどい。至る所で笹が枯れ始めている。どうやら鹿だけではなさそうである。酸性雨が原因だろうか。食害で多くの立ち木が枯れている。
線があるって何やこれ。あそこ上がってたんやけどね。滑るのか、滑るの。滑るで。なんかこれね、気持ち悪いね。しっかりしてはい、近道を降りております。ここやったら、こんなとこやったらもうちょっと帰ってきた、帰ってきた。下行く？下。もう下でちょっと。上の方が良かったね。ほら、タンクほら。大丈夫や。はい、帰ってきました。はい、お疲れ、お疲れ。はい、帰ってきた。はい、帰ってきた。はい、帰ってきた。